鈴木仁之助、鈴木仁之助から1933年3月12日は、明治から昭和前期にかけての軍医、活気が栄養欠乏で起こり、愛知県出身、1869年12月21日明治2年11月19日、三河壁海軍カリ伴半量の農家、鈴木仁六、通夫妻の長男として、鈴木仁之助は誕生した。 1883年元カリア小学校を卒業し軍立高等学校に入学、同校卒業後1885年愛知医学校に入学し、1887年千葉第一高等中学校医学部に転じ1890年4月卒業した。1891年6月見習い軍医となり、11月陸軍三等軍医に任じられ、 第一師団付きとなり、1892年陸軍軍医学校に入学を命じられて、主に衛生学を専攻した。軍医学校入学の翌年、森林太郎が校長心得として、岡田国太郎が最近学担当教官兼校長副官として着任した。1895年日清戦争勃発に際し、北白川宮義久新郎期課の 第四師団の属師三島半島出兵に従軍し、戦争終結後、北白川宮吉久親王この師団長天人とともに、同志団付きとして新たに日本領となった台湾の政党に従軍した。この時台湾総督府陸軍局軍委部長には、森林太郎が就任したが、台湾に派遣された軍内部で格下が大流行したのに対し有効な手段が取られず、軍委部長は、 翌年、時よりのりに交代した。同1896年軍に学校学校付きとなる。1898年9月陸軍省より、私費留学の許可を得11月横浜を出港し、ドイツフィリップ大学マールブルクに入学し、ベーリング博士に、指示、1900年岸比留学を認められ、学位取得後のオーストリアフランスを、視察、1901年帰国後は、 軍医学校教官に任じられた。マラリア調査、北、品でのコレラ流行に伴い予防官として派遣され、秋山高校等より信頼を得、帰国後小村外務大臣により勘定を送られた。日露戦争開戦後、続きは1904年11月大佐と、検疫所課長、翌年4月広島市沖にある二之島検疫所に任じられた。当時広島予備病院内に、 活っ病調査委員会が設けられ、軍医学校生徒時代の教官であった岡田国太郎が委員長に就任し、国母めぐみ作が委員長を務める予備病院第三分院に、戦地機関学系患者を収容し、活っ精密検査を開始した。翌年、活っ病調査第一回略法にて3月に、岡田国母両軍により、活っの病原菌発見したことが発表され、続きも、 同年12月別に、かっ病原菌発見を発表した。ただ、夫の菌がすべて異なっていたことから岡田、続きは、かっ菌発見を取り消すに及んだ。日露戦争終戦後、陸軍医務局における、日露戦争の公式記録、明治378年戦役陸軍衛生士、編纂委員を命じられ、1908年6月陸軍に、 臨時格下病調査会が設営されると第一班、調査班委員に、北里柴三郎、北島大地、柴山五郎作、宮本宿等と共に任命され、同年8月柴山、宮本委員と共に、バタビアに出張指導地での格下の状況を調査し12月に、帰国、翌年2月格下病調査会にて報告を行った。バタビアからの帰国後芝山、宮本の、 両院は引き続き伝染病説を維持するが、続きは最近説をステて栄養欠乏説へと大転換し、動物学家の発生実験を行えるかの有効成分の研究を行っていることを、1910年3月の調査会と4月の日本医学会で公表した。同年12月と地区は、活家病調査会委員を免じられたが、翌年1月に、 続きカッケ研究所を立ち上げ独自に研究を続け、同年4月には東京医学会総会で、カッケの動物試験台2回報告を発表し、ぬかの有効成分を抽出に成功し、アンチベリベリを用い人へのカッケ治療試験をした、結果大いに効果を得たことを発表した。1910年6月陸軍軍医学校教官に任じられ、1912年陸軍一等軍医生に、 承認、同年12月再び、ドイツへの留学を命じられ、ハイデルベルク大学のコシセル博士に指示し医科学を、治め、1912年9月帰国した。帰国後は、アンチベリベリン薬の製造販売について、日本、ドイツ、アメリカ、イギリス、フランス5カ国の特許を得、1915年3月、東京博覧会学術会場において、 アンチベリベリンの格下に対する有効性を明らかにし、一般大衆の認知を得るに至った。続き格下専門料委員長として1916年には東京四谷医師会長となり、晩年は和歌や洋曲を楽しみ、1933年東京府四谷区船町に自邸に病没した。ありがとうございます。